山谷絵里子さん。自由民主党、山谷絵里子でございます。質疑の機会をありがとうございます。重要土地等調査法案が内閣で、閣法で提出されました。充実審議が進んでいることに深く感謝をし、またここに至るまで、どれほどの丁寧なプロセスが重ねられたか、お察しをいたします。私は超党派の日本の領土を守るために行動する議員連盟、領土議連の会長を長く務めまして、平成20年には団長として、対馬の海上自衛隊基地周辺を皆で視察、国会で取り上げました。また参議院の全国を選挙区とする議員として、ここ十数年、全国を歩くたんびに、各地の森林組合などの皆様から、森や水源地が心配だという声をいただいてまいりました。自民党が野党となったときには、安全保障と土地法制に関する勉強会を立ち上げ、会長となって、国境離島を守ることも含めて、法整備の必要性を訴えてまいりました。担当の役所、林野庁なども調査のレベルを上げてきておりましたけれども、これはとてもとても議員立法ではできない法案でございます。で、今般、内外無差別の制度とし、安全保障を取り巻く環境が不確実性を増していることから、政府から現実的で覚悟を持った法案提出に至ったわけでございます。で、まず平成25年の国家安全保障戦略の閣議決定から、今日に至るまでの、法案に至るまでのプロセスをご説明ください。小此木国務大臣。まずもって今、議論されております法案、あるいはこのおっしゃった課題について、山谷委員がまさに先頭を立ってですね、活動されましたことを改めてここから敬意を表します。我が国の防衛、施設、関係施設等の周辺、あるいは国境離島において、外国資本が土地を買収していること。安全保障の観点から長年問題視されてきた課題であります。で、政府は平成25年12月に策定された国家安全保障戦略を踏まえ、防衛施設の隣接地や国境離島の領海汽船の近傍の土地について所有状況等の調査を行いました。しかしながら、これら調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地の利用実態を十分に把握するには至りませんでした。こうした状況を踏まえて、政府は令和2年7月の骨太方針2020におきまして、安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など、土地所有の状況把握に努め、土地利用、管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる方針、これを閣議決定いたしました。その後、国土利用の実態把握等に関する有識者会議を開催して、いかなる対応が適切か検討を行い、本法案を取りまとめ提出いたしました。山谷絵里子さん。はい、さまざまな調査の積み上げ、また地方議会や地方公共団体の声も踏まえながら、また社会的要請を踏まえながら、さまざまな有識者会議等々の意見を踏まえてということでございますけれども、安全保障をめぐる環境、非常に不確実性増しておりまして、沖縄の米軍基地近くの住宅地を中国が組織的に買っているのではないかと。アメリカの議会に報告書が上がって、ハリス司令長官も注意喚起をされたということも聞いております。私は北海道もずいぶん歩きました。航空自衛隊千歳基地が一望できる中国人専用の別荘地、その他中国企業の総来用地、外からは中が全く様子が見えません。それから中国企業が買収した塩漬け状態のゴルフ場やですね、奥まで手前で立ち入り禁止になってしまっている住宅地とかですね、キャンプ場、そのキャンプ場の中には川が流れています、森林など、本当に飼い主が誰なのか、そしてまたその意図が何なのか明らかでなく、地元の人が不安がっている場所がいくつもありましたけれども、過疎地では十分な調査力も権限もありませんでした。今回の法案、そういう意味で大きな前進であります。しかし、立ち入り調査ができない。現地現況調査っていうのは、外をぐるっと回るだけでですね、本当に中が見えないんですよね、立ち入り調査ができない。不明の点があれば、利用者等から報告を受けるとしていますけれども、しかし外国人の所有で、海外で転売しても法人登記はそのままということもございます。誰が真の持ち主なのか、
固定資産税等も払われないというケースもあります。で、国税マンがこう追いかけるといってもですね、海外までどうやって追いかけるのか、非常に困難を極めるわけでありまして、利用者等から報告を受けるといっても、調査は本当にどこまでできていくのか、不明の場合はどうやっていくのか、お聞きしたいと思います。また6月8日、こちらの参議院の内閣委員会で、政府参考人から地方公共団体や地域住民等から対象区域における土地等の利用状況に関する幅広い情報提供をいただく窓口を内閣府に設置することも検討中という答弁がございました。どういう窓口で受けた情報をどういうふうに扱っていくのか、以上2点お伺いいたします。中尾室長。お答えいたします。ご指摘のあった立ち入り調査につきましては、大臣から申し上げました有識者会議の提言において、対象となる者の負担が大きいことから、調査の手法としては、現地現況調査や公募の収集等までの対応とすることが適当とされたことを踏まえ、本法案では導入いたしておりません。一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公募の収集、現地現況調査に加え、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。また、内閣府に新設する部局には、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁等から、土地等の利用状況に関する相談や情報提供を受けるご指摘のあった窓口のような機能を持たせることも検討してまいります。この窓口には、地域の住民の方々から、あくまで自発的なことで強制するものではございませんけれども、情報をいただくということも十分想定しながら、しっかりとした窓口を敷いてまいりたいと、またいただいた情報は、もちろん情報の管理に十分注意しながら、しっかりと分析等を行っていくということを想定しているところでございます。このような多様な手法を通じまして、具体的な実態把握に努めまして、機能阻害行為の兆候等を把握した上で、適時適切に利用規制を実施することによって、重要施設等に対する機能阻害行為の防止に努めていく考えでございます。なお、本法案の付則第2条には、5年後の見直しに係る規定を置いております。見直しの過程では、本法案の執行状況や安全保障をめぐる内外情勢などを勘案しつつ、ご指摘の点を含め、さらなる政策対応の在り方について検討してまいりたいと考えております。山谷恵理子さん。はい、自民党では国民の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるものとして、発電所、ガス、鉄道、水関連施設等々についても該当するのではないかという議論もずいぶんやってまいりました。国民の安全安心のために目配りの必要を感じておりますので、続けていただきたいと思います。衆参の委員会でも多くの指摘ありましたけれども、私も水源地を対象にするようにしてもよかったと考えるものであります。20世紀は石油の時代でしたが、21世紀は水の時代と言われています。日本は資源のない国ではなく、実は世界一素晴らしい森と水に恵まれている21世紀の資源大国です。安全安心でおいしい地下水サミットに、私は平成22年、参議院の環境委員長としてスピーチをしましたときに、日本の名水を地元に持つ市町村長らが、中国が森が欲しい、水が欲しいという話が来ているということを聞きました。で、今、水資源の保全を目的とする土地取引についての条例を定める道府県、18と聞いておりますが、その18道府県の名前と、それぞれ主な条例の類型といいますか、中身についてご説明ください。中尾室長。お答えいたします。水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について、事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を、令和2年10月末時点で、18道府県で、制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、
北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県であると承知しております。条例の内容は道府県ごとに異なりますが、水源地域における森林等の土地取引の事前届出制度以外の規制を講じているものとしては、例えば福井県では開発行為や地下水取水にかかる事前届出制度が、京都府では一定の取水にかかる許可制度がそれぞれ定められているものと承知いたしております。山谷絵理子さん。はい、有識者会議では森林法のような既存の措置があることを踏まえて水源地の取り扱いについては慎重に検討していくべきとしたことは承知しておりますけれども、今今後条例を定めた道府県の関係者等とも意見交換しながら、それで十分なのか、またそれ以外の自治体でもどうなのか、目配り、現状把握の努力を続けていただきたいと思います。諸外国で起きている水メジャー会社との裁判もございます。国土保全、農業、漁業への影響、環境、食料自給率向上の視点も踏まえながら、山間部の水資源保全、大規模な土地取引について関係各所との連携を視野に入れながら取り組み続けていただきたいと思います。今般、収容はしないけれども、国の買い取りはあるという法律でありますが、国への買い取りの申し出、さまざまな判断に委ねられるところがあるかと思います、いろんなケースあるでしょう、ある種の意図を持った人、組織はいろいろな手口を考えます。ですから、今般の制度の実施状況と有効性、安全保障をめぐる国際情勢、諸外国の取り組みなど、しっかりとフォローして、検討をさらに進めてほしいと思います。買取価格は時価ということですが、スムーズに行われるのでしょうか。また、さまざま所有移転が行われた後、その後の継続調査というのは行われていくのかどうか、お聞きします。中尾室長。お答えいたします。まず本法案は第23条において国に対して国が適切な管理を行う必要があると認められる収支区域内の土地等の買い取り等について努力義務を定めております。また本規定に基づき国が土地等の買い取りを行う場合においては時間によることとなるものと考えております。第23条は有識者会議の提言において安全保障の観点から政府としてリスク顕在化への備えとして前広に対応することが求められるとして土地の買い取りを申し出る措置を設けておくべきこととされたことを踏まえて措置したものでございます。また議員立法でございますが有人国境離島振興法を参考にさせていただいてこのような規定を設けたところでございます。この措置の実効性についてのお尋ねがございました。土地等利用状況調査による土地等の所有状況の反復継続的な把握と、特別収支区域における土地等の事前届を通じた状況把握を契機として、国が適切な管理を行う必要があると認められる土地等について、その買い取り等を検討することとしたいと考えております。また、収支区域内のおける土地について、継続的な調査を行うのかというご質問をいただきました。先ほども申し上げましたけれども、この収支区域内の土地につきましては、事前届けがない収支区域もございますので、この土地等の所有状況については、しっかりとこう反復継続的に常時把握していくといったようなことを考えているところでございます。山谷絵理子さん。はい、内閣府に新設する部局の規模、人員、予算、非常に重要であります。基本方針の策定は、この新部局と国家安全保障局が連携して行うこととなっています。現在、太陽光やリゾート地、雑種地、原野等、買収事例の統計はなくて、また日本法人等のダミーの係数もわからないということですが、関係省庁の所管業務と包括的調査の在り方、仕組みをしっかりと作っていただきたいと思います。本当に調査難しくてですね、私、平成26年、27年と、海洋政策領土問題担当大臣の任にありました。
日本の島は全部で6852、国境離島484、そしてその島々の所有者がどうなっているかというのを調べたんですね。まあ、1年かけてエネルギーを注ぎながら調査しまして、結局273棟が所有者不明だったんです。もうこれ調査するの本当に大変でした。で、その273棟をですね、関係省庁と協議をしながら所管を決めていったんですけれども、非常に難しい作業で、今回はですね、もうそれ以上で、ございます。大臣の強いリーダーシップと、例えばそれ専門に扱う政治家大臣補佐官のようなものを担当としてつけるとか、あるいは関係省庁の政務官会議を開いて進めるなど、政治家の後押しが必要だと思います。法案成立後、いつごろまでに新組織を立ち上げ、また、調査の仕組み作り、組織作り、これからということなんでしょうけれども、調査の難しさを踏まえながら、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。小此木国務大臣。山谷委員が海洋政策担当、この立場にですね、あられた時の話も含めて、そのお仕事も今拝聴いたしました。まさに政治の重要な責任感を持ってこの仕事に当たらなければならないと思っております。この法案の成立に向けて改めて皆さんにお願いをするとともに、私どもも一生懸命前に進めてまいらなきゃいけない責任を痛感しているところでございます。本法案は土地に関する安全保障上の懸念が現実のものとなることのないように、土地等を利用した重要施設等の機能阻害行為を未然に防ぐために必要なものであり、本国会でご審議の上、ぜひとも成立させていただきたいと改めてお願い申し上げます。その上でご指摘のとおり、本法案に基づく調査等を適切かつ確実に実施できる体制を構築することが重要であって、本法案に基づく調査や利用規制については、内閣府に新設する部局が一元的に実施することとしており、法案成立後、関係省庁とも調整しつつ、探偵部局における必要な人員や予算の確保に向けた検討を進めてまいります。また政治がリーダーシップを発揮すべきだとの、先ほど山谷委員のご指摘についても、改めて重く受け止めてまいります。いずれにせよ、法案設立の暁には、施行に向けた準備を確実に進めて、国民生活の基盤の維持、我が国の領海の保全、そして安全保障の確保に全力で取り組んでまいります。山谷恵理子さん。アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスなど、安全保障上重要な土地の利用について、取引規制にまで踏み込んだ法改正をしています。また、中国、韓国も非常に厳しい、こうした諸外国の、内容、あるいは法改正の状況を見ながら、何かお考えありましたら。中尾室長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、諸外国では安全保障をめぐる国際環境が緊迫化する中、土地の所有利用をめぐる問題意識が高まり、安全保障の観点から投資管理を強化する動きが見られております。米国では外国資本等による米国企業や事業への投資管理を行う、シフィスの機能が強化され、2020年2月から直接投資に加え、不動産投資も審査の対象とされることとなっております。またオーストラリア、イギリスでも最近動きが出ております。なかなかこれらの国が講じております取引規制というところまでは、我が国の主権制限と安全保障の確保のバランスから、まだ将来の課題だと思っておりますけれども、今後とも安全保障をめぐる環境、諸外国の状況なんかも十分踏まえながら、引き続き問題意識を持って取り組んでいく必要があろうかというふうに考えております。山谷恵理子さん。本当に中国はそもそも土地買えませんし、また韓国は許可申請制度を取っているということであります。この法は主権の制限は必要最小限にして、個人情報を保護に配慮する。またこれまでの法体系とのバランスを取って、関係省庁の情報を集約しての調査を可能にしたということは、非常に大きな前進だと思います。国と国民を守る大きな一歩と信じております。改めて大臣から最後にご決意をお伺いしたいと思います。小此木国務大臣。国で必要な防衛施設等々とのですね、
阻害行為をしっかりと、調査をあれば調査をして、国民の不安がしっかりと除去できるように努力をして前に進めてまいります。山谷絵理子さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、杉野さん。はい、